はいどうも、ワンソクチューブです。今回はなんと GR ヤリス RZ ハイパフォーマンス、ついに乗れる機会が訪れました。今回はですね、試乗車とかではなくですね、ツイッターでいつも絡んでいただいている、酒粕さんの、お車、愛車をちょっとお借りして乗るんですが、私、マニュアルはですね、学生の頃に乗っていた以来23年ぶりぐらい、しかも、その時も友達の借りて乗ってたぐらいなんで、もうほんと超久しぶりなんで、エンストしないかちょっと不安なんですけれども、ちょっと行ってみたいと思います。それではまず、エンジンをかけるところからなんですけれども、ブレーキと、クラッチを踏みながらこの GR というスイッチを押すと、はい、エンジンはかけることができましたここからですからね、私本当に。そして、シフトを1に入れ、今回 IMT をオンに一応させていただいて、これが入ってると、回転数をエンジンの方が、車の方が合わせてくれるということなんで、それでちょっと行ってみたいと思います。いや、走れるかな？よ、よ、よ。おー、怖っ。お、とりあえず1には繋がった。これ2入ってます？はい。お、なんとか、お、ギリギリ。お、怖え。超久しぶり。あ、富士山がよく見えるぞ。もうその見てる余裕もないですが、もう久しぶりに乗るのがこんな物騒な車でいいのかっていう感じもするんですけど、これちょっとね、この GR ヤリスの進化を発揮するところまで私たどり着けるかどうかちょっと怪しいですね。怖え。もうなんか、シフトの方に集中しすぎてて、運転の方がおろそかになりそうで怖いですね。あ、でもなんか、ステアはめっちゃどっしりしてますね。結構、やっぱ乗り心地自体はかなりハードな感じはありますね。路面のこう、凹凸をちゃんと伝えてくれるという感じになっているので、まあ、いかにも、スポーツモデルという感じはします。あー、もうなんか踏んだらやばい雰囲気がプンプンしてるこれは踏んでみたいけど怖えな。トルクむちゃくちゃありますね。これ4速でこの坂ぐいぐい登っていくと、で1500回転ぐらいしかまだ回してないんですけど、全然ぐいぐい回ってきますね。そんで回転数上がんなければ全然エンジンからの主張は静かですね。この前 RS っていう、はい、1.5 リッター3気筒 NA のヤリスと同じエンジンのやつは、あれは CVT だったんで楽ちんに乗れたんですけど、はいはい、あれだけでも結構乗り心地であるとかステアフィールとかは結構剛性感あっていいなと思ってましたけど、はい、こっちはまたさらに全然違うんでしょうけど、まだそこの進化を発揮できるぐらいまで走れてないっていうこの、ね、サイドブレーキとかもなんか握りがいいですもんね。なんか革で電波に慣れすぎてるんで、クラッチとこうブレーキペダルを踏み続けるのがなんか大変っていうこれをこうちゃんと慣れて乗り回せたら相当楽しいんでしょうけど、結構どうですか、日常使いでも結構楽しい感じですか？そうですね。なんかこれモード切り替えで、はい、確かこの GR4 でしたっけ、はい、四駆なんですよねこれはね、はい、そうです。なんで、確かこれのモードで、前後配分を切り替えられるんですよね。はい、ただそこまで全然私の今のこの状態だといかないので、なんかこうトラックとかにするとリア寄りになるんでしたっけ？スポーツにするとリア寄りに。37になりますね。トラックだと？トラックだと55。あ、55。はい、ノーマルだと？これだと64かな。あ、前の比率の方が高いですね。ちょっと、マニュアル、しばらくぶりの人には危ないんでノーマルモードでしばらく走りたいと思いますけど、僕のレビューが物足りなかったら、うな丼さんのレビュー見てください。ぜひちゃんとしたコメントがされてますので。ブレーキはでもめっちゃがっつり効きますね。もう運転の仕方忘れてますね、マニュアル。やっぱ20年ぶりに乗ると。これでじゃあどっかでちょっとドライバーチェンジしてもらって僕だとまともな運転ができないので、レビューをちょっとしてもらいたいなっていう
はい、私の、たどたどしい運転ではまともなインプレッションにならなかったので、酒かくさんに、運転変わっていただきました。おー、これがね、本来であればこういうインプレッションができればよかったんですけども、このヘアピンも、おー、こういうところをね、だからいろいろドライブモードを切り替えながら走れたらよかったんでしょうけど、私ちょっと全然ポンコツすぎて、マニュアルの操作でまともなインプレッションができなかったんで、ちょっと変わっていただきました。どうですか、これ日常使いとかしてて楽しめるもんですか、やっぱ。そうですね、こう無駄にこうギアを入れ替えてサイクリストを検知してるんですね。そうです、はい、そうです。おー、あ、そっか、 GR ヤリスとかヤリスとかだと昼間の歩行者と夜間の歩行者とサイクリストまで検知しますもんね。はい、ちょ、最新のね、あれがついてるっていうね。だからスポーツ走行だけじゃなくて安全装備もついてるって感じですね。でもスピード自体はそんなむちゃくちゃ出てないけど、これなんだ、軽自動車と同じぐらいのスピードだったのに加速感とそのなんでしょう、スポーツ走行してる感っていうのがすごいですね。これはなるほど、だ、日常領域でもこれだったら楽しいわけだって感じですね。そうなんですよ、はい、あ、そういうことなんですね。そう、なんかめっちゃ速いのかと思ったら意外 と隣の軽自動車と一緒だったみたいないやー、これはまあでもそんなに出てないわけでもないんでしょうけど、普通にだから2速3速ぐらいで上まで回すと相当な加速感と、まあ、実際にスピードに達するまでの時間が短いんでしょうけど、いや、これは面白いですね。ありがとうございます。撮影用のサーキット走行をするよって言ってましたけど、はい、なんかやられたりとかするんですか。はい、サーキット行って走ってます。はい、おー、どこサーキットとかでやるんですか。あ、袖ヶ浦フォレストレースウィーク。あそこですか。はい、いつもじゃあどんなので走ってんですか。あ、スイスポで走ってたんですけど、今入れ替えちゃいました。はい、入れ替えちゃいました。ぶつけてもいいかなっていう車でって言っちゃあれなんですけどね、はい、あとコペンとかもありますもんね。はい、コペンもあります。どうなんですか、他の車と比べると。このやっぱすごく剛性感があるというか、やっぱ硬い感じがしますな。そうなんですね、やっぱり本当に競技に耐えられるような、そのためのハイパフォーマンスですもんね。そうじゃないタウンユースで使う方は普通の RS とかでもいいよとかっていう、はい、あれ、これの RZ のハイパフォーマンスじゃないのもあるんでしたっけ。そうです、 RZ っていう、あれは、あれエンジンとかはどうなんですか。あ、同じなんですけど、でこれになると、前後に例えばDEF が入ってるとか LSD 入ってるとかするんですよね。あ、じゃああれもエンジン自体は同じです。1.6 リッター3速なんですね。はい、出力とかも同じ。同じです。なるほど、こっちの方がより回るんですね。そうです。じゃあ今ちょっとスポーツモードでも。変えた時にドンと来る加速感ってしばらく味わってなかったですね。いや、こういうのが面白いんですね。だからみんなマニュアル好きな人が ね、 そうなんですね、ずっとマニュアル乗ってるんでしょうね。あれ UX は買わなかったんでしたっけ。はい、買いましたよ。買いましたっけよね。はい、あれはあれも売っちゃいました。あ、売っちゃったんですか。はい、そう、なんかあれなかったなとさっき見てあれどれぐらいで売りました。1年ちょっとか。あ、でも1年ちょっと乗ってたら全然、はい、そうです、はい、そうです。だからそんな乗り出したのとそんな感じですよ。はい、意外とだから1年ちょいで売るとちょうど よ、 う、ね、よくないですか。うん、やっぱレクサスだと特にそのイセールがすごくいいの で、うん、いいですよね、全然高い買い物じゃないっていうか、だから、うん、その分だから積んでるのと同じだから。そう、そうなんですよね。それだから結構そのまあレクサスに限らずですけど、トヨタの車とかは資産価値が高いというか、そう、買って売って収支が結構いいですよね。という感じで、GR ヤリス、ほぼ私は運転してなかったですけど、酒粕さんに運転していただきありがとうございました。いや、これは確かに
日常の足がこう別世界になる車みたいな、いやこれはちょっとすごいですねまあ私も今までマニュアルは全然乗ってなかったけど、ちょっとなんか練習して今後マニュアル車にもちょっと手出してみたいなっていう気にもさせてくれる車でしたね。まあ、ちょっとでも乗るかどうかは分かんないですけど、これはでもそもそも買えないですよね。もうこれ限定でファーストはそうですね。そうですね、はい、これファーストじゃないんですか。これファーストエディションです、はい、ですよね。なんでもう買いたくても買えない車になっているので、プレミア必至という感じだと思うんですけど、いやこれ各評論家の方々絶賛されるのも納得と。私はちょっと腕が足りなすぎてレビューできませんでしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。といった感じで、ツイッターでね、普段絡んでいただいている酒粕さんと、今回初めてプチオフさせていただきましたが、まあね、私のマニュアル、ポンコツ具合でですね、まともなレビューができなくて申し訳なかったんですけれども、またね、こうした機会で、お互いね、プチオフで車のね、交換会みたいなのやったら面白いかもしれませんね。私以上に車持ってる、まあ、あたいかな方なんでね、気になる方はね、下の概要欄に、リンク貼っておきますので、酒粕さんのツイッター、チェックしてみてください。私もねマニュアル免許持ってますが、本当20年ぶりだったんでね、全然運転できなかったので、なんかちょっと悔しかったので買ってみたいなと思いつつ、なかなかね運転する機会もないんでどうしようか考えてますが、ちょっとねマニュアル車も興味が出てきた今日この頃でした。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買う中盤ワンストップ中、次回もお楽しみに。